はい、皆さんこんばんは。久しぶりのプラットワーム旅です。今回の旅は淡水に行きます。車でだいたい30分ほどで着くことができます。こちらの高い建物ですが、上は展望台になっていますが、焼却炉として使われています。そんなこんなで淡水にやってきました。まず一つ目の目的地は本間おちゃんです。私は新平市民なので入場料は無料です。こちらの工房町の本体、建物に着くまでは階段を登っていきます。だいたい4階分ぐらいの建物の高さの階段を登っていきます。上に着いた頃にはもう息が絶え絶えです。有点累哦。みたいな旗があります。こちらの工房城ですが、17世紀頃にスペイン人がやってきてお城を建てました。その後にオランダ人が堅固な砦を作りました。他有点可愛ね。他真的是这个图案吗？还是随便画的？就清朝吗？嗯，对啊，清朝国旗可能是这个吧。ちなみになぜこちらの建物が工務城というかというと、当時の台湾住民は西洋人のことを本間を赤毛と呼んでいました。まあ真的是有那个被抓走了おじさん。この日は9月の中旬でしたが、気温がまだ30度以上もあり、長袖を着ていたので少し暑かったです。スペイン人によって建設されたお城は、オランダ人によってアントニー要塞として増改築を行いました。さらに帝政公や清朝が支配をしました。清朝末期にはイギリスやフランスとの戦いに敗れて、淡水は開港され、もともと灰色の建物でしたが、イギリス人によって赤色に染められました。二次大戦が始まると、日本の統治下にあった領事館は閉鎖されました。この400年にわたる台湾と世界の交流を工務城は見てきたと思うと、とてもロマンがあります。こちらの建物はイギリスの建築士が設計をしました。建物に使われている赤レンガは福建省のアモイから運ばれたといいます。台湾の花嫁さんにとても人気で、ウェディングフォトの撮影場所としても使われています。1階の西側には客間と書斎、東側には食堂とキッチンがあります。そして後方にはランドリーと使用人のお部屋がありました。こちらの天井の並々ですが、19世紀頃に新興建築技術として確立され、防火の機能も備えているようです。こちらの地面から伸びている鉄の板は靴底の汚れを落とす板のようです。天气耶，可爱。
心理大学を後にし、お昼ご飯のお店に歩いて向かいます。有成功躲掉吗？有。有点忘记了。热带的。啊，红番花，哎，番红花，哎，好像也不行。这个吗？对。周杰伦的《美味风景》。认真挑选クロミ。没想到会在阿给店买这个。先におばさんがいるところで注文とお会計をします。その後自分でアケを席まで運んでいきます。飲み物は自分で持参した方が良さそうです。让酱泡进去，因为里面是冬粉。这样吗？对对对。感觉很烫耶，所以它是放什么？冬粉跟豆皮吧。我记得它的酱很好吃，但是有点辣辣的。对对对，有点辣酱。卫生纸颜色很传统，真的不是。真的呀，传统卫生，卫生纸介绍一些。こちらの商品が美味しかったので、ここお土産で持ち帰りをしました。タートン天候で使えるみたいですが、うちにはないので電子レンジで温めます。放那边的线吧。手工的。こちらのアーケイのお店は、チョウチエルンが学生時代によく来ていたとされるお店です。おじさんが一つ一つ手作りで作っています。看到。对呀。茄子在路边呢，而且那个是黄色的茄子。对呀，我以为是香蕉。这个很神秘的星巴克耶，要特别过来才有。因为这个是鸡蛋糕，不是蛋糕，鸡蛋花。こちらのスターバックスは19箇所ある特色ある店舗のうちの一つです。水家は店内にある子のイメージをした回転瞑想像と呼応しています。ちょっと何を言っているのかよくわかりませんが、自然、人文科学、コーヒーの3つの要素が融合した店舗ということです。アディダスすすめゴーアディダス
1884年、ベトナムの支配権をめぐる征伏戦争に負けた清は、台湾の防衛強化のためにこの大砲台を建設しました。吓我一跳，真的是有人耶。对啊，走开了，你怎么过来？这个有点恐怖耶，太小了。我不知道耶，觉得太恐怖，太恐怖，不敢进去。滴滴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 模型假的。こちらの大砲は射程距離が20キロほどあるそうで、こちらの場所から20キロだと桃園の空港あたりまで飛ばすことができます。看得很清楚呢，拜拜。所以这个是真的，不是现代的人挖的。木太久。哇，这样子会迷路的耶。会吗？不知道耶。它往上的都是那个吧，炮台啊。嗯，对。可是这个是很矮耶，以前的那个外国人不是很高吗？嗯，可能要蹲着跑吧。嗯？还是以前的外国人也没那么高。现代人又比较高啊，以前就不知道了。对啊，而且是他们不是那装备吗？对，对对对对对。嗯，这样有点问题耶，矮矮的。说不定这个炮台是中国人盖的啊。米哥，你在干嘛？不会热吗？你在那边不会热吗？哦，不想理我，好吧。嘿，我不会欺负你的啦。こちらの古民家は直木賞や川端康成文学賞など数々の受賞された昭和を代表する文豪水上勉さんのお父様が建てた古民家を引っ越しさせた建物です。600本以上の梁と柱が釘一つ使用されず作られています。中には水上さんが執筆した本がたくさん置いてあり、文学が好きな方へのおすすめの場所です。台湾のベニスと呼ばれている淡水川にやってきました。釣りをしている人をよく見ました。夕日の見えるレストランを予約しているのですが、まだ少し時間があるので淡水川周辺を散策したいと思います。この今いるところから淡水の昔ながらの商店街までは1キロちょっとあるので、時間的に余裕がないので今回はパスします。徐々に日が落ちてきました。時間なのでお店に向かいます。こちらが今回のレストランです。店内は1階と2階に座席があります。
どちらもテラス席があり、外で食べることもできます。偶然にも会社の同僚に遭遇しました。同僚もデートだったようですが、お店の中には家族連れもいました。お料理が運ばれてきました。プラスいくらかでセットにすることができます。セットの内容はスープと飲み物とデザートがついています。ただ飲み物は簡単なものしか頼むことができません。コーヒーや紅茶、ミルクティー、ラテ、カプチーノ、フルーツジュースが頼むことができます。テラス席も素敵だなと思ったのですが、この日が落ちてくる時間帯は太陽がとても眩しいので、夜になってからがおすすめです。夕日を見ている間にデザートがやってきました。この景色と内装で料理だったらお手頃なお値段かと思いました。夜は淡水ふ頭にやってきました。滑り台を発見したので乗りたかったのですが、年齢制限がありました。5到12歳才可以耶。对呀、啊、我们年纪太大了。赶快放原住民的音乐。私が学生の頃はまだこちらの近くには鉄道やバスなどが走っておらず、とても不便でしたが、2020年11月頃にライトレールが開通したので、こちらまで行きやすくなりました。先ほどの音に合わせた噴水のショーは明日9月の25日まで、夜の7時から9時30分までの30分ごとに1回ショーがあります。今回時間の関係で昔ながらの商店街を紹介することはできませんでしたが、今回の Vlog はいかがでしたか？台湾には何度も来たことがあるけど、淡水にはまだ行ったことがないという方、鉄道や交通手段などますます便利になっているので、ぜひ足を運んでみてくださいね。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。